皆さん、こんにちは。スーパーノヴァのコアンスです。今日はですね、今ちょうどお昼の筋トレが終わって、今日はマイプロテインを作るのを YouTube で公開したいと思います。それでは早速作りに参ります。材料は、まずはバナナをですね、3分の2ぐらいだけ入れます。そして残りの1個は食べちゃいます。そしていちご3つ、牛乳はですね、これもまさに半分ぐらいだけ入れたいので、半分はちょっと飲みます。半分だけですね、入れます。入れます。ここからはミキサーでシェイキングをします。完成しました。早速飲んでみたいと思います。甘くもない、甘すぎでもない、ちょうどいい感じです。もうちょっと甘くするんだったらバナナとかもうちょっと入れても大丈夫なんですけど、僕は個人的に甘すぎるのはそんなに好きじゃないので、いつもこんな感じで飲んでます。普段はそのプロテインの粉を水とか豆乳とか牛乳に混ぜて飲んだりするんですけど、まあ大体チョコの味が多いので、でチョコレート味にちょっと飽きた日とかはこうやってフルーツとそのタンパクが入ってるヨーグルトとその牛乳を入れてもう飲んだりしてます。そしてまあそのチョコレート粉とまさに違うやつをなんか混ぜてオリジナルでちょっと作ってみたりもするので、まあ今度また YouTube でマイプロテインシリーズをもっと広げていきたいと思ってます。それでは皆さん、ぜひチョコレートプロテインに飽きた時に一度挑戦してみてください。